今ファイターズがもともと投手力がすごく充実してるっていう中で、今シーズン蓋開けてみたら逆に打者陣が点を取ってピッチャー陣が打たれるという逆の現象が起きてしまってるんですけど、結構こうブルペンの中って暗くなる時あるね。 なりますよね。なるあの それね多分ね、もちろん起用法だったりとかっていうので自分が思ってた時に起用してくれないとかっていうのもあると思うんだけど、でもそれはもうねチームの方針だし、それはもうね言ってる場合じゃないんだよね。でもただいい時と悪い時のその差をってやっぱりねこうなくさないといけないじゃん。それをやっぱしないためにもやっぱりリリーフ陣をこうなんていうのローテーション組むっていうわけじゃないけど、なんかそういう風にしていったものがすごく明確になるというかな、だから起用法だったりそういうのがすごく明確になっていくから、だから投げれるピッチャーと投げれないピッチャーをこう分けといて、どうしようもなくなったらそこから1人プラスして投げさせるとかっていうことをする1年間リリーフ陣がうまくこう回るのかなと。久佐さんだったらその例えばブルペン陣がまあちょっとこう調子が悪くなってきた時の、その雰囲気作りとかってどう、うん、いう感じ。めちゃくちゃ重要じゃない。だって打たれたやつって絶対心の中ではもうどうしようかななんて絶対思ってるわけじゃん、うん、だそれをやっぱり取り除くためにもやっぱりそれこそなんか笑って接してあげるのか、それともそれに寄り添ってあげるの かそれはちょっとその選手によってまた違うと思うんだけど、ブルペンとかでも、ね、笑っていられる人もいい時もあればそうじゃない人もいるじゃん。やっぱりそれはやっぱり人をね見てあげないといけないんだと思うし、でも難しいとは思うんだけど、でもプロの世界だからやっぱさ、俺はね結果を出すために何をしなくちゃいけないか、それを楽しんでくれっていう風に言いたいのね。だからやっぱりワイワイするのがやっぱ楽しいっていうわけじゃなくて、うんうん、結果を求めるためにその過程、例えばブルペンでどういうことをするとか、例えば体のケアをどういうことをするとか、配球をどうするとかっていうのをこうそこをなんかもっと楽しくやるとすごくこう吸収できるんだよ。今ファイターズのブルペン陣で、まあ、宮西くんも今2軍調子が悪くて言ってて、今まで実績があった選手が、ね、いなくても本当に全員が若いんですよ、うんうんうん、だから多分そうしていこうっていうのも多分なかなかできない状況だから。ブルペンの輪ってめちゃくちゃあって、みんなやっぱりもう、ね、みんなあそこのなんか狭い空間に、要はなんつうのこう球場のね音も聞こえずバッと入っていって、なんか防音でさ音も響かないじゃんやっぱり、うん、でなんか防音だからちょっとわーって大きい声出しても吸収されるっていうのかな、はいはいはい、音がそういうのもあるから、なんか笑っててもちょっとなんかえ笑ってんだけど全然響いてないじゃんみたいな時もあるのやっぱり、うん、だからそうなるとやっぱり自分がどんどんねこう内にこうへこんでいっちゃうから、プロ野球選手あの全般そうだと思うけど、やっぱりアスリートってその切り替えが上手い人って次にこう進むために何かをしなくちゃいけないっていうのがすごく明確になってるじゃん。例えば何が必要なのかなと、疲れてるだけなのかなとか、バッティングのねスイングが遅いのかなとか、ピッチャーだったらねコントロールがちょっとおかしいのかなとか、肩が開いてるのかなとかって、そういうの研究をして次に繋がっていくんだけど、どんどんダメになっていくやつってそのあれが明確に見えてないんだよね。見え方を教えてあげるの、それともヒントを与えてあげたのかとかっていうのもすごく重要じゃない。じゃあ今後ピッチャーのレベルとかめっちゃ上がってきてると、うん、思いますけど、若い選手たちが長くプロ野球界で生きていくためには、うん、どんなことが必要になってくるんですか？でもまず自分のことを知ること、自分を知らないと相手もやっぱり知ることできないと思うから、うん、やっぱり自分の研究をすごくした方がいいよっていう話をしてあげたいね。でやっぱりねアメリカで俺その一番初めに会ったコーチ、メッツに行った時に初めて会ったコーチに言われたのは、まず自分のことを研究しなさい、で自分のことを研究しないやつは相手も研究できない、だからもし同じレベルでちょっとでも上にいててもその研究してるやつを俺は使うって言われた。すごい、うん、だからあのそういうことをしなさいって言われて、で俺もやっぱりね、どっちかというと体も小さいし、はい、球もそんなに速くないし、これっていうボールもないから、どういう風にしたらバットを抑えるかっていうのをすごく研究して、まあ、自分のことを知らなくちゃいけないなと思って。研究っていうのはどういうことなんですか？自分を研究するって。いやだから自分のピッチングフォームが例えば、まあ、こうなってるからここの球は強くいくけどこっちの球が弱いぞとか、配球ね、あとね、例えば A っていうバッターに対して俺だったら外まっすぐ投げた時にこんな反応した、次じゃあどんな反応するのかっていうのを、例えば2球目こんな球をまた次投げた時にこんな反応するんだとか、そこまでそんなしてたしたで、それをいちいちこう書いてあのアメリカでねメモして、でアメリカって投げたもうすぐ映像が見れた、俺らの時あのビデオルームがあって、はあ、そこに行ってもうパッとすぐ見て、でちょっとその反省だったりとかを全部できるようになってる。だけど例えば打たれた時とか抑えた時とか自分が興奮したままを見たくない、やっぱり、うん、ちょっと見え方が変わってきちゃうから、うん、もうちょっと次の日に冷静になった自分がいてそれを見るようにしてた。そうするとやっぱりいろんなことこう角度がで見えるから、そうなるとなんか違ったところに投げたらこうだったんじゃないかなとかっていうのも見えてくるから、うん、それもすごくね面白かったな。おそこまで突き詰めてんだ、うん、いや僕はあの、まあ、ピッチャー陣全員に言いたいことがあるんです、うんうん、
ですけど、うん、野手陣はチームの中でもスタッフがいて、うん、そのピッチャーの映像を部屋の中でずっと見てるわけですよ。もちろん癖も含めて、うんうん、それはまあ自分が生きるためだし結果残したいし、うんうん、どっかに何か情報出てないかとか間合いが変化する、うん、で牽制の時のちょっとしたこう動きとかをずっと見てるんですよ、うんうんうん、だけどピッチャーって自分たちのこと見ないじゃん。あ、そうだね。僕そこが不思議でしょうがなくて、うんうん、まあ、別にいいんですけど、うん、それでちょっとした癖で打たれて、それってじゃあ研究してる相手が悪いことしてるんですかって言ったら全くしてないじゃないですか。 だから、うん、俺ね、打たれた時によくやってたのはこれ癖出てるとかっていうのをすごく確認してた。だからそれは俺の見る限りは分かんないんだよなって言ってないんだよな、うん、だからじゃあ自分のね、調子のフィジカルの方の問題なのかメンタルの方の問題なのかっていうのをまず分析して、うん、でフィジカルの方だったら、あ、肩が開いてた、膝がちょっと開いてたとかっていうのをこうダブルの映像で見ながらやってた、うん、いやでもすいません、僕歌さん、うん、そういうタイプじゃないと思ってたなんでなんでなんで、今日の感覚いいな投げてると思ってたんで、いやちょっとびっくりしました。まあそういうふうに自分のなんか研究するのもめちゃくちゃ楽しかったからっていうのもあるかもしれないね。いろいろこう映像見てなんか見て、あ、こうじゃねああじゃねっていうのをなんか言いながらで話してると意外とパッて気づくことも打たれるのもあるのね、うん、大事ですよね。そう、特にピッチャーと野手の会話ってすごい大事だと思ってて、うんうんうん、ね、吉野とか清水さんとかによく聞いた。俺左のバッターによく打たれてたから、左ピッチャーで嫌なとこってどうなのとかいうのを聞きに行ったことあるな。やっぱりインコースにちょっと曲がってくる、ちょっとでいいからこういうシュート系の球があると嫌だなっていうのとか聞いて、うん、あ、そうなんだ、なんか全然俺と考えてるイメージが全然違うなっていう感覚がね、うん、ピッチャーと野手って全然違うでしょ、うん、だからそうなると自分が思ってなかったことは見えてきたりとか、ああ、そういうのでめちゃくちゃ楽しいじゃん、ああ、そういうふうに思えてたのよ、うん、ね、いや、その中ね、やってることはやっぱりね、その野球に対して追求していくことはすごく重要だな。なんかこの番組で好感度めちゃくちゃ上げに来てますね。いや、もちろんもちろんもちろん、どんどんいい人に見える。いやいや、もちろんもちろんもちろん、危ない危ない危なくない危なくない危なくない、俺なんか一人がそうやって言うと危なくないですよ。で、久さんがその、まあ、プロに入ってブレイクしていくきっかけになった、うん、ブレイクしたというか自分がプロでやっていけそうだなって思ったのは1年目終わって日本シリーズ、その当時大英だったね。あ、そっか、2000年、うん、2000年、はい、あの時に自分が完封して、その時にあ、やっとなんか自分の力がこうやって大舞台でもいけるんだなって思ったのはそこで、そこで1年終わって日本シリーズですか、うん、そう、へー、そんなその運もね、また運も良かった、はいはい、ダイエーがその時福岡ドームだったね、うん、福岡ドームを何かのイベントで貸すって言って日程がね2日間空いたの、うん、で2000東京ドーム2日空いて2000だったの、3000福岡ドーム1000東京ドーム、はい、なんかそんなあれだったので2連敗で始まって、で福岡ドーム行って2日空いて2勝してで2勝2敗になったの、はい、でそこで3勝1敗とかになってたらダイエーが3勝してたら俺の先発なかった、はいはい、そうで2勝2敗だったらまあ行くぞみたいな感じだったのね、うんうん、で2勝2敗になってで俺のの先発が回ってきて、あ、よかったと思って、でその時に結果が出て運と実力がなんか自分の中で伴ったと思ったの、その時に、うん、これでなんかやっとああいうね運のある人たちとか、まあ、実力のある人たちにやっとなんか何こう手を伸ばせることができたのかななんて思って、うんうん、ジャイアンツって僕思うんですけど結構交流戦始まってぐらいからは、うん、まあ、ハヤトとか、うん、まあ、まあ今カープで行きました、うんうん、長野とかなんかこうプライベートで回ることになるんですけど、うん、なんかパリーグ寄りじゃないですか意外と。そうだね、森がめちゃくちゃ元気なのよ、うん、ジャイアンツそういうイメージ多分皆さんないと思う、うん、紳士のイメージあるんですよ、うん、めちゃくちゃ元気、うん、まあもちろんね、何その人にの性格によるけど明るい人いっぱいいるよね、ジャイアンツの選手、ね、めちゃくちゃいる。ジャイアンツももちろん人気あるけどやっぱ他球団もこう人気あってね、うん、こうやってこう競い合ってまた球団自体もそれで人気をまた高めないといけないっていうその努力もすごくしてるじゃん今、うん、他球団もね、うん、ジャイアンツもそうだけどすごくだからそれが切磋琢磨できて、だからジャイアンツの人気がすごく下がったって思われてるんだけど、うん、他の球団がの人気が上がってきて多分ジャイアンツの人気がこう薄れてきてるだけで、いまだに人気は絶対あるね。僕の周りだとジャイアンツはめっちゃ多い、まあそうだね、ということで、はい、はい、今回久野さんに来てもらいましたけども、うん、コラボ企画でやってますので、うん、ぜひ久野さんのチャンネルも皆さんチェックしてください。ぜひお願いします。はい、ということで今回久野さんに来ていただきました、はい、ありがとうございました。